Have a nice game 井上です、新年明けましておめでとうございます、今年もですね何卒よろしくお願いいたしますということで、今回プレイするのはこちら、ワールドフリッパーですね、やはりねこの新感覚、ピンボール RPG はねもうやっていきたいなというところで動画を撮ってるんですけれども、金河新年ピックアップガチャということで新しいねキャラクターが2人、星5でですね登場しました。まあねちょっと出てると思うんですけれども、ノエネというねネズミっぽいキャラクターとエリアというね、羽子板を持ってる、女の子ですね。この2人が、今回注目キャラクターとして登場しております。提供割合の方を見ていただきましょう。全体のね、通常枠での星5が 5.00% で、星4 25.00%、星3が 70.00% っていう形になってますね。で、まあよくありがちなんですけれども、新キャラこの2人がね、1.000%、他のキャラクターが 0.200% なんで、5倍ほどね、高く、登場しやすくなっております。まあこれをね、なんとしてでも出したいというところで、まだね、全然戦力として、不足しがちな部分が多いので、特にね、水が欲しいなというところで、火は結構3体ちゃんと揃ったりもできてるんで、まあ、水かなーっていうところでしょうかね。水がね、本当に、星4と星3で賄ってるような状況なんで、なんとしてでもこのエリアをね、今回狙って引いていきたいと思います。早速行きましょう。で、今回ね、60連かな。そうですね、60連になると思います。行きましょう。ちょっとね、カーソルを合わせようかな。いや、いっぱい出てるな。ユーエルも出てるんだ。すごいね。じゃあ、ここで、一回、違う。もう一個かな。これが、ノエネかな。まあ、火もね、いて問題はないんですけれども、やっぱり水の方が欲しいかなというところで、引いていきましょう。このエモい演出もね、見どころです。はい、どんどんいきましょう。かわいいね。トレーネかっこいい。俺こういうキャラクターが好きなんですよ、個人的に。このね、お姉さん系のキャラが好きです。女性のキャラですかね。昇格しないなあ。こいつもかっこいいよね、アルベルト。獣人もかっこいいですね。獣人も好きです。かっこいい。こんなのいたんだ。こういう男性キャラだとこのね、全身甲冑キャラが一番好きです。やっぱね、ロボ好きだとそうなるんでしょうね。また出た、トレーネ。トレーネ、星さんもったいないな。タチアナ。タチアナは散歩。トレーネは散歩っぽくないんだよな。なんかね、さらっと爆死しましたけど、まあ全然。あと50回引けますんで。さあ来い。これエモい演出を撮りたい。かっこいい。可愛らしい感じね。僕言うキャラね。フォーグラ。そうしろ。これはやっちゃったかな。結構有名な声優さんじゃないですか。来た！これです。これがエモい演出。ぶつかった！オッケー！さすが。これは、新キャラ！ノエネです、これ。やったー！やりましたー！ノエネゲットでーす。ありがとうございます。嬉しい。20連で出てくれた。サンキュー。飛ばしちゃった、ごめん。はい、ということで、20連目、ノエネゲットです。この子ですね。この子でございます。回復がね、できる、キャラクターらしいですね。結構、使いやすそうですね。回復結構多分重要になってくるんで、ストーリーちょっと進めていくとね、ボスもやっぱり当然のごとく強くなってきて攻撃力すごいんで、一気に削られてる時にこう、回復することで、生き延びれるっていう。もう少しでって時に使えたら最高にいいでしょうね。これはもう昇格しかないな。今のエリアだったな。エリアも、星4で出てるんですね。シャスス。星4で出てるキャラが、星5になってくるっていう場合もありますからね、結構。ユーエル。ディアン。ディアンもちょっと星4っぽくないよな。星5っぽいよな。エルザ。あ、いいですね。コリーナ。あら、さらっと爆死。まあいいでしょう。20連でね、ノエネ出てるんで、全然大丈夫です。いやー、この時のために貯めといてよかったな。おー、新しい UL、ありがとうございます。リリル。おー、ごついね。バルター。ぶつけるぶつけろよーし来た。これは来たんじゃないよ。来た。皆さん来ました。やったー、やった。これが一番欲しかったエリア。メリア。まだ出るかななんて思ってね、こう。星4のね、演出もちょっと豪華になってるんですよね。ホーニー。あー、かっこいい、アゼル。アゼルかっこいいんだよな。星5でなってくれればよかったのにな、これ。めちゃくちゃかっこいい。はい、ここで一回戻りましょう。で、戻った理由がですね、金河新年のピックアップの、最高レアリティが2人とも出てくれましたので、こっからね、どうしようかなと。定期割合もう一回見よっかな。他のキャラも出ますもんね。持続回転したいかな。した方がいいかな。まだそんなにキャラクター持ってないんで、そうですね。この辺とかね、欲しいですよね。ウィリアさんとか。で、もともと欲しかったのはこのね、闇属性の。ベルセティアっていう魔女ね。欲しいですね。見た目で選んでるところとかもちょっとありますね。エクリール。七彩の剣闘士。かっこいいですね。男キャラだという、こいつかっこいいよな。ベロン、めっちゃかっこいいですね。ベロンとか欲しいですね。そんなとこかな。武器も回した方がいいのかな。武器一回回しましょうか。ね。で、武器回して、何回回せんだろう。武器回せますね。で、こっち先に回しましょう。はい。いきます。はい。持続です。継続。あー、金1個しかないな。取っときゃよかったかもしんないな、これ。やばい。大爆死状態だ。ああ、もうこれあれだ。金ないから多分終わってますね。オールスキップにしましょう。はい、こんな感じです。ちょっともうやばいんで、武器に変えます。で、武器はね、半分かな。半分の750個で、回せますので、20回いこうかなというところですね。いきましょう。ちょっと待ってくださいね。提供割合見よう。その前に。あ、こんな感じで。星5の武器が6種類ありますね。やっぱ職業によってこう、あるんでしょうね。いい武器とか。光属性である時とか、ああ、あるんだ。そう、光属性持ってないんだよな。で、これが闇かな。闇とかじゃないんだ、これは。こっちは。雷属性。雷属性の武器欲しいな。あと水かな。風属性。風属性もね、一体いるんで、ありがたい感じかな。水がないな。あら、光属性ばっかりだな。まあ、しょうがないですね。とりあえず2回引いてみましょう。はい。いきます。お！虹が1個あった。ちょっと初めて引いたな。もう次じゃん。どうする？雷来るか？あ、これは、光属性ですね。ありがとうございます。ドラググラブ。クーゼ。ウォーサイ。もうスキップしよっか。こんな感じでございました。虹ね、1個ゲットです。で、まだ今、1985個あるんで、ちょっとね、武器2回引くっていう話をしたんですけれども、もう1回こっちに戻ります。というのも、やっぱりね、キャラクターが欲しいです。光と闇のね、万能のね、2属性がないんで、どっちか出ないかなというところで、回していきましょう。これでね、残485なんで、まあ、60連プラス武器ガチャ10連1回みたいな感じですね。はい、行きましょう。ラスト。さあ、来るか？空気を入れ替えました。お、オロオル。かっこいいね。クラウス。トレーデン。トレーデンいいな。美しい。ミレス。コナー。やべえな。ラムスかっこいいな。ラムス女性なんですよね。女性の声なんですよね。それがまた、お！来た！頼む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 、いった！危ねえ！あ、ノエネ2回目。嘘。嘘だ。かぶるなよ、ここで。かぶるといいことあるんでしたっけ？ちょっとかぶるといいことあるはずなんだよな。はい、ということで、最後、無事ね、ノエネかぶってくれました。なんとかね、爆死は結構避けられたんじゃないかなっていうところでしょうか。ノエネですね。で、何よりね、今回一番欲しかったキャラクターが出てくれたんで、ちょっと見てみましょうか。せっかくなんで。あ、そうそうそう。ここね、水がね、こんな感じなんですよ。雷で補ってたんですよ。これをね、変えて、初のね、星5。あれ、どこにいる？よく見当たらなくなるんだよな。あ、いた。うん。彼女をね、編成しました。はい。ちょっとね、僕もまだやり込みが足りないんで、理解できてないところが多いんですけれども、そうですね。この、そっかそっかそっか。じゃあ強化していきましょう、せっかくなんで。一番欲しかったキャラ出たんで。このノエーネですね。いやー、音がいいなー。BGM が正月って感じがしていいなー。いきます。いくつぐらいまでいくかな。80はいかないだろうな。いけいけ。おー、46までいった。結構いったね。ノエネはね、ちょっと火属性いますので、後ほど、そうですね、育てていこうかなというところでしょうか。戻っていいよ。戻りましょう。アビリティ習得。そうだね。これもあるんですけど、ちょっとこれもね、後でやります。ちょっと動画なんで。はい。で、クエストで一回お試ししようかなっていうところなんですけれども、ちょっと水属性のところ行きたいですね。せっかくなんで。で、ちょっとお試しなんで、プレイ経験のある面で行きたいと思います。火だね、ここは。火推奨だね。ここ水推奨だ。ちょうどいい。じゃあ、ここ行きましょう。はい、ノエネを連れてます。挑戦するイエス。なんかオート機能もあるみたいですね。ちょっとやったことないんですけど。よっ。やってられないでしょ、もう。よくね、タップ RPG とかのタップコマンド RPG だと僕すぐ周回とかはもう、あれなんですよね。オートに頼る傾向があるんですけど、このゲームは本当自分でやった方が絶対楽しいんじゃないかなっていう。そう、なんか、まだわかんないですけどね。もしかしたら、こう周回して、いろいろ集めなきゃいけないっていうところがあると思うんで、どうしても。一応これもロールプレイングらしいんでね。そこは、仕方がないところもあるんですけど、それが楽しみでもありますからね。やっと集まったとか、やっと出たとか、あの瞬間の楽しさ。達成感。やっぱね、他では味わえないかなっていうところですよね。やばい、落ちた。喋ってると落ちた。喋ってて落ちた。食らうな。いけ。どんな技か見たいですね。行こう。あ、すごい。顎板それ。似てますね。ユーエルだったか。ユーエルと似てますね。おー。一瞬で終わりましたね。まあちょっと弱いところだったっていうのもあるんですけれども、かなりスキル使いやすいですね。なんか水の刃をこう、ガーッと一定時間出せるんでしょうね。だから継続ダメージをこう狙える。継続ダメージ、追加ダメージというか、ダメージアップか。を狙えるようなキャラクターになっております。ぜひ皆さんもですね、ワールドフリッパー、一度やってみてはいかがでしょうか。今ね、お正月イベントやってますので、ぜひね、プレイしてみてください。以上、井上 TV ショー、今回はワールドフリッパーをお送りいたしました。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。バイ。